ちょっとやばいな、夜になってきた、寝なきゃ。もう敵出てくるよね、だいぶ。もう見つかる前に寝た方がいいや。よし、おやすみなさい。でー、朝だー怖いよね、逆にみんな怖くない？パソコンの画面に向かってさ、おやすみなさいって言ってさ、でー、朝だーって言ってる19歳、見てよ、だいぶだいぶね、社会から見たら精神病院行きだよね。まあね、皆さんに一つアドバイスをね、まあ3年ぐらいこのマインクラフトをやってる僕から皆さんへ、まあ、アドバイスを、建築においてのアドバイスをねしたいと思います。まあ一つね、第一ポイントっていうのはまずですね、素材の声を聞く。そう、素材の声を聞くっていうのがだいぶ一番重要なことなんだと思います。羊うるせえな、本当に。お前うるせえぞ、お前、おい、お前の名前なんだっけ、漆黒雲、お前。まあね、話に戻りますけども、まあ素材の声を聞く、それが一番重要なことですね。まあ素材の声を聞くって言っても、まあまあちょっと一般の方にはなかなかちょっとわからない、だいぶマインクラフトを極めた方ではしかわからないと思うんですけども、まあなんて言うんですかね、まあ素材にもこういう木材にも心があるっていう言っても過言ではないんでしょ。まあとにかく素材の声を聞く、これが重要ですね、うん。ちなみにじゃあちょっと聞きましょうか、このブロックにじゃあ聞きますね。あー、なるほどね、なるほどなるほど、エビフライが食べたいと。無理だバカ野郎じゃあ次、これかな、この木材の声を聞きたいと思います。なるほどね。あー、あ、そうだよね、まあ、木材も辛いよね、だいぶ辛いよね。そう、まあまあそういう時もあるね。え、いや振られることだってあるよ、僕もあるよ。ちょっと、いやそれちょっと、いや今好きな人いるかって、それは無情、それは言えないよ。まあみたいな感じで、まあ、素材と仲良く対話していく、これが建築、プロ建築家への第一歩なんですね。皆さんもぜひ頑張ってください。素材をただの素材だと思わないで、友達みたいな感じで、え、待って、ドア3つ作れるの1回で、え、そんなコスパ良かった、うわ、すごい、待って、てか僕このダークオークのドア見るの初めてだ、すごい、めっちゃなんかかっこいいじゃん。ちょっと待ってよ、すごい、なんかだいぶコスパいいな。昔はだって1個しか作れなかったよね、だいぶ良くなったな。こういうとこでもいろいろとマインクラフト変わってるんですね。いや、こんなにもなんかみんなに愛されてるゲームってないですよね、長い間。なかなかマインクラフトっていうゲームっていろんな人に愛されてるからね、本当にいろんな愛を受けてここまで来たんでしょうね、このマインクラフト何言ってんだ俺待てよ、わかった、これは戦闘に備えた家を作ろう、戦闘に備えたね。よし、今からこのワールドワールドでのね、初めての食事をしたいと思います。さあ一体どこまで生き残れるのかわからないですけど、じゃあいただきます。命に感謝、いただきます。ちょっと待って、ドア開けちゃった、待って待って、この前にドアあったから右クリックしちゃった、ドア開いちゃった
ちょっと外で食べるね。じゃあいただきます。はい、いただきます。あー美味しい。恥ずかしい。命に感謝とか言いつつドアカチャって。よし、だいぶ日が暮れてきたけど僕の家もほぼ完成に近づいてきましたね。まあ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 、皆さんこれを見ていただければ、まあただの豆腐ハウスだとね、思うでしょ。そこのあなた、違うんです。まあまあまあ、朝になればおのずとわかるんじゃないでしょうか。僕のね、もう僕はちょっとアレンジを加えるだけで素敵な、もうなんていうんですかね、戦闘特化型。そう、もういつどこから敵が来てもわかるみたいなね、そういう、まあちょっとあまりちょっとネタバレしちゃうとねあれですからね。まあさあ、ヒゲかヒゲ、ちょっと僕がアレンジ加えて皆さんに僕の素敵な家を紹介したいと思います。それではおやすみなさい。それでは皆さん、お待たせいたしました。ペイントで完成でございます。まあね、なんですかね、この家をのタイトルはですね、我が家そうですね、我が家ということで、まあもういつでも待ってくれてる待ってくれてる家、そう、家はその僕のことを待ってくれる、ま、ということでね、まあまあ、実際にみんなに見てもらえるといいと思います。それではどうぞ。皆さんどうでしょうか。これがペイント邸です。ペイント邸です。いやね、ちょっと待ってくれ。これただのちょっと上になんかこうなんか変な長いものつけてこうやってね、上に変なの作っただけじゃんみたいな思うでしょ。違うんです。まあね、なんでこれを作ったかっていうと、まあ、ハードコアモードってことなので、夜になったら敵がねうじゃうじゃ来るわけですよ。でもそういう時、まさかクリーパーが近づいてたりとかねするかもしれない。周りをねまず見渡せると、ここ重要ね、ここ重要。ほら、もう周りを見渡せる、もう敵がもう360度、365日ね見渡せるでしょ。まあ、ここがまあ一つのポイントですよね。そして一つこう多くしたので、まあ、落ちることもあまりないかなというストッパー的なね要素です、これもね。でまあね、なんかこれおかしいじゃんと、なんか見た目変じゃねって思うでしょ。想像してみてください。皆さんの大好きなね、日曜日にやるサザエさん。サザエさんってお風呂がなんか薪みたいな感じで、なんで煙突みたいなのがあって湯気が出るじゃないですか。見てください、それを彷彿とさせませんか。もう今にでもこのね、先からこの湯気が出てきそうな感じがしますよね。してきました？やっぱり？そうです、それが狙いです。それ裏ポイントです。そう、まあ、ということでね、この素晴らしい家ができましたので、まあ、家は完成ということで、まあ、次はどうしようかな。ちょっと周りを探索してできれば鉄鉱石とか欲しいですよね。洞窟探検もできたらいいなと思ってます。まあちょっとまあね、ちょっと今までの話置いといて、家は、まあ、これだけじゃないので、今後全然素材とかいろんなもの手に入れば改築していくので、これが完成ってわけじゃないのです。大丈夫です、皆さんご心配なく、いろいろと変わっていくと思います。まあお楽しみに。まあいつまで続くか分かんないですけどね、ハードコアなんでね、いつ死ぬか分かんないし、
まあ、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、またね。バイバイ。